どうも、こんにちは。昨日ですね、所沢のタイソンの真実っていう動画を見ました。それについて話そうと思います。もうね、あんたにはがっかりしたよ。がっかりだよ、じいさん。タイソンの被害に遭った人をケアする。うん。いいと思います。まあでもそれは当然ですよね。あんたが、あんたが世の中にタイソンを排出したんだからね。一人の人間を陥れるために、あなたは嘘本の 手引きをしたとで帯まで書いてますよね裏で頭かち割るだの散歩するだの言ってたんだろタイソンのことを利用したんだろそれなかったことになってませんかでそれをあなたは高見の見物で本を出されたら困る人がいるんじゃないですかなんつって下下豚薄笑いしてなかったっすかでこの宝慶さんの信者がお世話になってる慶さんを裏切るのが 裏切るタイソンが許せませんとか言ってるけどいやいや一番悪いのはこのじいさんだろあなたの留飲を下げるためにタイソンを利用したんだろ人の悪口は言わないんですよねなんつって言ってる動画とかもあるじゃないですかいろんなこと言ってるんでしょここでは言わないけどいろいろ聞きますよ俺は俺はね憶測でねものを言ってるわけじゃないんですよねあなた散々持ち上げてたよねタイソンのことね 自分とそっくりななんんですよねなんつって言ってましたよね。うんそっくりだと思いますよ。姑息なところはね。だってさ、アメリカの刑務所入って、それでなんかすごいみたいな感じになってるかもしんないけど、その時だってさ、自分の身の保身のために、人をさ、FBI に売って、自分の刑期下げようと思って、やったんでしょそういう話もあるじゃないですか。過去にね、そうやって自分が助かりたいがために、人を平気で売るような人間が、男だとかね、アウトローとかね。 そういういいのをね語って欲しくななわけなんですよアウトローの帝王だとかプリズンカウンセラーだとか何を言っちゃってんの自分がカウンセリング受けた方がいいんじゃないですかなんか偉そうに本出してましたよね昭和の時代に生きた男の懺悔でしたっけ人はいつからだって人生をや,やり直せるみたいなこと書いてあるじゃないですかあなたもやり直した方がいいんじゃないですか自分のやったこととちゃんと向き合った方がいいと思いますよ俺は関係ないだろうって売名で草とかこのネタがしつこいとか再生稼ぎでやってるとか あのな、あんたらは YouTube やってないから分かんないかもしんないけど、せいぜいね、1万再生なんて言ったところで、ねせいぜい入ってくる広告収益なんて1000円とか2000円なんだよ。その程度なんだよ。さらにね、こういう動画を出すと、わけわかんない脅迫事務だ連絡が来たりとか、嫌がらせを受けたりとか、理にかなわないことでディスを受けたりとか、わけわかんない話流されたりとかするから、こんな動画出してもね、何の得にもならないわけですよ。ただね、 せっかく YouTube をやってるわけですから間違ってるものは間違ってると発信していきたいじゃないですか嘘本を手引きして世に出した人間が知りませんでしたとそれで済むかっていう話なんですよ散々タイソンを祭り上げてたそういうやつらも手のひら返してどうしたんあとタイソンの本買ったやつ目を覚ませよ信じて買った人悔しくないのか架空の話をノンフィクションって出されて 自分の身然に切って悔しくないのかそれがまかり通っていいのかホーミーさんのね信者の方も目を覚ましてくださいよどう考えてもおかしいじゃないですかほんとねやり口がせこいんですよタイソンのチャンネルだってもともとはねホーミーさんが用意したもんでしょ最初っから何万人もいましたよねでホーミーさんあなたのチャンネルだってもともとは田代正史のチャンネルでしょまあそれは別にいいんだけどなんかねやってることがねもう全体的にせこいんだよ これをねおかしいって言ってるのは俺とアロチャンネルだけですよ。身の回りに降りかかるかもしれない危険とか脅迫とかね。そういうこともあるけども、僕らはそれでも発信してるわけなんですよ。嘘本で、儲けて、知りませんでした。これで終わりでいいのかね。あ、そんな人だと知りませんでした。ああ、それは被害に遭った人のケアしなきゃいけないですね。誰かに、ここの家燃やしてこいっつって、火つけて燃やさせて火事になりました。けが人が出ました。あ、じゃあケアしなきゃいけないですね。 当たり前だから。き付け役はあんただから。関わらない方がいいよと。あんた関係ないでしょと。関わらなきゃいい。何を言ってんだよ。意見を言わなきゃダメだろう、意見を。日本人の悪いとこなんだよ。はっきり物を言わないのが。だから悪い奴が物事が曖昧になって、いつまでものさばっていくわけですよ。NPO で偉い人だからうん、偉いと思いますよ。いろんな活動して偉いと思いますよ。ただね、NPO 法人の代表をやってる風俗店店長とかもいるわけですよ。 NPO 法人やってるチンピラみたいなやつもいるわけですよ別にこのホーミーさんチンピラとか何だとか言ってるわけじゃないんだけどねまあ似たようなもんだけどねボランティアやって立派ですと NPO は非営利団体でボランティアをやってるから偉いですと何か勘違いしてないか NPO の非営利団体っていう意味は儲かった利益を役員とか会員の間で分配してはいけないというだけの話で収益を受け取る場所っていうのは普通の企業よりもね 確か多いんで、すよでい,ろいろんな特典とかもあるわけなんですよね。だから NPO は儲けちゃいけないっていうわけじゃないんですよ。むしろ儲けてないといろんな活動ができないわけですから。NPO 法人に入社すれば給料だってね、ちゃんと出るわけですよ。タイソンに給料ちゃんと出してたかなんか小汚いジャージしか着てないぞ。あんたはね、ブランド品ばっか着てるけどね、ケアとかね、なんだとかそこじゃないんだよ。そこじゃない。頭カち悪るとか散歩するとか言ってただろ。ゆえは元組長か。 K さんは、あれは抑止力で言ったっちゃって言ってたよな。ってことは言ったんだよな。ね、証拠の画像だって出てるわけでしょ何を言っちゃってんので、嘘本の帯かなんかに、今の時代を生きるには、不器用すぎるほど心は綺麗で、まっすぐな男だと。帯書いてたでしょうん、まっすぐだよ。うん、欲望にね、まっすぐだと思うよ。ほんとね、笑わせないでくださいよ。ボランティア YouTuber って言ってみたりとかさ、アウトローの帝王なんつって、サムネに書いたりとかさ。 俺がつけてあげるよ名前を老害 YouTuber ということで。